藤谷次郎です、えー、今日は原田伸二さんの1曲行ってみたいいと思います、えー、原田真嗣さんの中でも現在、えー、現在もおかなり知名度の高い曲、えー、というのはですねスピッツ草野正宗さんとかあカバーしてくださる次の世代のミュージシャンがいらっしゃって、えー、まあよくあその曲なら聴いたことがあるという、まあ、20代30代の人たちも出てきたかなと思う。 ですが、まあ原田さんの中でも面白い世界の曲です。えー、原田真二さんタイムトラベルという曲をご紹介してみたいと思います。えー、と基本データはこういうことになります。タイムトラベルはタイムトラベルとジョイというまあ両、A、面ですかね。当時はまあまだ1978年なんで。 えー、もちろんあのレコードの時代ですから両 A 面という扱いがありましてね、まあ、これ説明すると長くなるから飛ばしますけども松本隆さんが、えー、とこの当時、えー、原田真二さんという人は、まあ、ご存知の方も多いと思うんですがあの自分で詩を書く作品もいっぱいあるんですけれどもシングルレコードである程度の売れ行きを期待するものに関しては正直言うとこの松本さんが起用されることが多かった。 ですね。キャンディーとかもそうですし。で、曲と編曲が原田真治さんご本人という形になっています。えー、とてもいい曲で、えー、まあ,あ、結果的にはそのロマンスなんですけども、結果的にはという結論的にはロマンスなんですけど、その結論ではなくて、それが時間をこう、あっち行ったりこっち行ったりしながら、それこそエジプトはスフィン,ススフィンクスから始まって、最初の導入部から、えー、いわゆる、 まあ、SF 小説の出だしそれもいきなり宇宙船が出てくるとかではなくて、えーまあ、ちょっとした洋館、えー、洋風の屋敷に呼ばれてってそこのドアを開けると急に違う世界が広がるみたいなそういうようなところで始まってで非常にこう小説的な面白い世界観の曲です。 で何よりもやっぱりこの曲の魅力はやはりこの原田真二さんのメロディーですね。えー、よくあのこの年齢でこのメロディーが書けるよなと思うような、えー、比較的ダイナミックに展開するタイプのメロディーです。えー、ですから今聴いてもすごくいいなと思う方が多いと思うんですが私も原田真二さんの中ではまあ この一曲だけってんじゃないですけども、最も好きな方の曲の一つです。えー、ぜひ、聞いたことのない方にはまた,た、あるいは、昔聞いたけど今忘れちゃったという方にはぜひ聴いていただけると。まあ、あの、YouTube のトピックの中にも出てきますけども、あるいは、Amazon Music の配信なんかでも出てきたはずですから、ぜひお聴きいただければと思うんです。で、えー 原田真二さんの曲の中でもこれが好きであるがために今この動画の方は「記憶旅行」というタイトルにしておりますがそれは最終的には実はこのタイトルのパクリというか文字リというかそういうところからやってきたのでえまあそういう意味では原田真二さんのセンス松本隆さんの詩の面白さというところに私は今でも惹かれていることは確かなんです。 えー、原田真二さんに関してもちょこちょこ取り上げていきますので、ぜひ、えー、コメントをいただいて、えっ、ー、と、同時にできればチャンネル登録の方もお願いできればと思います。まだの方はぜひよろしくお願いいたします。えー、今日は原田真二さんのタイムトラベルという曲う、触れてみました。それでは失礼します。